さか、ね、それ遠近両用とは思わないですと。はい、とっても薄いレンズが出来上がるっていう話をしてましたね。そうですね。まあ、あの専門的に言うともっともっといろんなことがあるんですけど、やっぱり薄く軽くでちょっとこう今までの、その方があの、自分の悪い、あの度数で眼鏡はこんなもんだという描いてた概念をちょっと変えて差し上げたら、間違いなく、要するにあのそういう方ってスタートがこれがまあスタンダードレベルとしたら、眼鏡の概念がこの辺にあるのね。でここに来ると、あ、私これで、ね、もう前の眼鏡この厚さだったのがこれになったわと。要するにその方のまあモチベーションが上がるというか、まあ、あの何よりもやっぱり医療機器だから、あの体が楽になる、うん、それが一番ね。で、まあ今まで、で、まあ、あのすごい喜ばれたのが、あの見えなかったものがあのすごい楽に見え出したとかね。で、まああまりその、なんて言うんだろう、あのちょっとまあ懸眼とかにもこだわりがあって、うんうんうん、でそっちの方も今力を入れてずっとやってきてるんです、何十年間か。でまあそれがあの割とそんな全然大した問題ではあのことではないんですけど、他店がほとんどやってないような検査方法とか、まあまあ、うちではドイツ式検査法とか、ね、で一般的なのはもうアメリカの検査法が一般的なんですけど、ね、ちょっとこうあの、検査のあれがまあ多いかなという。それで、あのうまくいった方はもうすごい喜ばれてて、そうですよね。それプラス、ちょっとあのアイトレーニングで視力良くしてみませんかとかね。で、なんか私 0.03 だったのが 0.06 になったわと。効果がある方も、いやもう絶対ある、ね、若ければ若いほどっていうか、もうやっぱり70ぐらいになるとちょっと難しいかな、そのフレキシビリティがなくなってくるから。いやまだあの30代は大丈夫ですね。40代ぐらいまでは、うん、全然大丈夫ですか。50代でもフレキシビリティのある人は大丈夫です。ただね、やっぱり50代になるとやっぱりもうあの要するに薬俺は飲まんのだ、いや私飲みたくないわ言っても、やっぱりそこのメガネに当たるのが、まあ、病気の場合だとお薬、うんうんうん、お薬でここまでは落としましょうよっていう、あの頑張りすぎてちょっとまた悪化するとかっていうのがやっぱり50代以降になるとあるかな、うん、だからその若ければ若いほど、視力の回復、まあ回復っていうよりもあの要するに例えば昔は小学校1年2年3年は 1.0 以上あったのよという人が 0.5 になり 0.3 になり 0.2 になり 0.1 になり、もっとこう落ちてきたんでしょう。でそれをここに戻せたわという、だから薬あの病気もそうでこうあって、それが、あ、私病気がもうだから視力回復したとかっていうよりも以前の状態になりましたよと、でなぜこうなったかというそのメカニズムを、まあ簡単に説明してあげて、そこのそのスパイラルから抜け出してここにしましょうよという。で今のままだとこれもっと 0.5
例えば03が 0.01 になる、そういうメガネなりコンタクトなりの使い方をしてませんか、あそういう使い方なんですよと、うん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 、でその負のスパイラルからちょっと抜け出してちょっとやってみましょうよと。ただしメガネ3本ぐらい持ってないとダメですよ。それも全部度数を変えて、うんうん、ああそうなんですね、うん、だってあの 0. じゃあ3で生活しましょうよって、でいや私も毎日運転してるんですよ、それで運転しなきゃダメですかって、それ危ないから、うんうんうん、法定基準達してないし、そうですね、事故を起こしちゃ困るからね。ただその運転とかそういう法定基準がない生活であればちょっとぼやけた状態で、うんうんうん、緩い度数で、賄えるようにあの補填しようとして体がそういうふうに働くから、それを利用しませんかっていう、まあ、それだけのことではあるんですけどね。なるほど。ただこうメガネをあの打って悪くなったらどんどん違う度数違う度数っていう風なセールスの仕方を私はされて育ってきたんですけど、そうではなくってメガネを使うんだけれどもどんどん健康的に目の健康も包括的に考えるお店っていうことですね。 それはちょっと初めて聞きましたね。だからOL さんなんかで来られてで0.1 の方が来られてでちょっとこういうのであのお仕事はもうオペレーターなんです、もうパソコンばっかり一日中やってます、でコンタクトと今このメガネ等で仕事してます、でそれを測定してじゃあうちはこれですよと、これ全然遠く見えませんよ、運転もできませんよ、でもお仕事をこれでやって、なるべくもう運転の時は運転の時コンタクト映画見る時はそういうその時限定で今までのを使ってくださいと。そうするとぼやけてるものがだんだん見ようとするから、うんうん、パソコンから離れてお昼ご飯食べに行く、あでも人の顔全然見えないわってこうやって頑張ってると、あのその眼鏡で 0.3 のお仕事用のを作った方が 0.5 になると、はい、すごい喜ばれる。それはそうですよね、うん、でその時点でじゃあ 0.5 の眼鏡はもう使わま使うのやめましょう、でえどうするんですか、もう一回もっと度数レンズ変えて 0.3 のもう一回作りましょうよと。でだからそれはコストかかるよ ね、 あそうですね、まあ、お薬がどんどん緩くなってます、ああ嬉しい、じゃ あの前の薬もやめてくださいよ、はい今度この薬の緩い配合のものを使ってくださいよという、であなんかどん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 で一番 の、 そのベストはもうお薬飲まなくてもとか、だから 0.1 の人がもうメガネなくて運転もできるとかいうのがベストだけど、それはちょっと無理だね、うん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 、そこまではなかなかいかないでしょうね。まあ5歳6歳だったらあるかもしれないただ限りなくその人のベストな健康的な目には近づくことができる、うん、だから可能性があるっていうことですね。目を悪くするメガネの使い方、視力どん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 落とすコンタクトの使い方をあの悪くするべくしてそういう悪くなっちゃってるのがもうでそのメカニズムを理解してない人が多いのかな。だからこうやったら悪くなりますよっていうのを言って差し上げたら、なるべくそれをあの そういう使い方を しないように、まあ、受験生とかでもやっぱりもう一つの眼鏡であの賄おうとするとやっぱりあの塾で後ろに座って講師の字が見えないと困るから 1.5 の眼鏡をもう家であのね、勉強する時ももうその眼鏡しか使わないから、それでずっとこう辞書引いたりねしてたら絶対悪くなる。もう遠くにピントが合ってるものでここを見てたらここにピントが合い出すわけ、うん、
で今度遠く見たらあボケる。でメガネさん言ったらはい進んでます、はいじゃあ3段階強いの、それの繰り返しで、それはどんどん悪くなっちゃいますね。悪くなる多分それで来たのじゃないかな。そうですね、ほとんどの人がそれが負のスパイラルですということですね。カットはい、ではこのもうこの道約半世紀の名物店長のいるお店は概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん香川にお越しの際はこちら寄ってみてください。私も行きます。ありがとうございました。